キャットレディス、2015年9月12日に、ドイツのプッツヒール社製のミニビームエンジンモケというタイトルで動画投稿いたしました。上限時の再起動実験を行いたいと思います。よろしくお願いいたします。約8年後です。常に、燃料節約のためにお湯を入れておきました。全体の姿ですが、このようになっております。真上から見ますと、このようになっております。では、火を消します。8年経っている間に、ちょっといろいろと、汚れが付着したりして、動きが、スムーズには動かなかったという感じですね。ですが、先ほど実験に成功しました。以上です。Thank you.